ノックぐらいしろよ、森さん。そうか、それは失礼。いい知らせと悪い知らせがあるが、どっちから聞くか選んでいいぞ。どっちでもいい。じゃあ悪い方から。パティお嬢様がお怒りだぜ。誕生パーティーにお前を誘いたいのに電話がちっともつながらないとさ。電話は止まった。ついでに言えば電気も水道もね。そんなこったろうと思った。いい知らせは、なんとでかい仕事だ。前金でな。前金か、そいつは結構流れねえ便所にも飽きてきたとこだ。水道、ガスに電気代立て替えといたぞ。お前さんの取り分でな。デビルメイクライ。ダンテ、ちょっとダンテ、今まで何回かけたと思ってるの？やっと繋がった。今夜が私のバースデーパーティーなのよ。なんと18歳になるの。もう子供。オーケー、モリソン。仕事の話だ。そうすりゃお嬢ちゃんの誕生日会に出ずに済むからな。いいだろう、欠席と伝えておくさ。よし。あれが依頼人だ。話を聞いとけ。俺はレディとトリッシュを連れてくる。あ？待てよ、俺一人で十分だろうが。言っただろう、でかい仕事だ。人手がいるのさ。まず名前は？名前などない。まだ生まれて二日目だもの。冗談だ、V と呼んでくれ。わかった、 V。 頼みたい仕事ってのは何だ？強大な悪魔が蘇ろうとしてる。力を貸してくれ。その手の話か。今までもそんな依頼なら5万とあったが、どいつも肩透かしだったぜ。今回は違う。違う？どこが？根拠でもあんのか？その悪魔はお前の戦う理由だ。悪魔の名は？見つけたか。ああ、なんつうか、そのよくわかんねえが、キモい悪魔どもがダンスしてやる。なら行ってみるか。魔剣スパーダの気配は近い。この気配、クリフォトの根の方からか。俺来たべ。気にやれ。
ち上げる。挟み込む。差し込む。
ついた。ハゼロやるじゃねえのよ。働け。悪夢を見せてやろう。
来い。静かでな、ブイ。ママでも思い出してる。否定はできんな。俺にとって苦い思い出だが、飛ぶぞ。しびれなくてやら俺がいねえとダメね。悪魔を見せてやる。決裂魔界へと帰る。これで終わりだ。やれ。
ダンテは死んだのか。おそらくはな。奴がダンテを生かす理由がない。悪を見せてやる。カリカリ逃がす。死ね。ゲンスパードがあればネロでも奴に勝てるかもしれん。もうちょいだな。行けそうか、ブイ。俺がいねえとダメね。
大したもんだ。この気配、魔剣スパーダは近いぞ。何やってんだろうな、あれ。なんかの儀式？魔剣スパーダに捧げるダンスって感じ？よそ者お断り？閉鎖的なのね。魔剣スパードは返してもらうぞ。お前たちに崇められたところでスパーダにしてみれば不本意だろうしな。しびれてみるか。仮面が変わった。それが奥まで、せいぜい注意するとしよう。俺はまだ死ねえ。踊りたいか。楽しみだ。差し込む。カリブ。やはり俺では扱いきれそうにないな。惜しいよな。本当に惜しい。心の方はあるのによ、肝心の力がね、悲しいもんだぜ。おっと、な、怒んなよな。だがネロなら、これも扱える。お
どうした？気配を隠していたか。運がいいっつうかなんつうかしぶといやつ。おいブイちゃん、ダメダメ、そういうの良くないと思うよ俺。お前がユリゼンに勝っていればこんな、いや、ブイ落ち着けってな。そもそもお前がいなければ俺はやめろ、ダメだって。